それパッちゃんも食べたかったやつだよね。あ、パッションフルーツ。あ、じゃない、はい、パッションフルーツ。そうそう。400円ぐらい。買ってみる。この量で400円。買ってみよう。あと今日はブドウ買ったしいいかな。あ。ホワイトブドウで。またくだらの買っちゃった。なんか細長さがね、確かに見たこともない形だったから、ブドウとは違う。そう、買ってみました。こっち、この形じゃ、この見た目じゃ誰も想像つかないよね、なかなか。これはパッションフルーツ。中を開けるのが楽しみだね。じゃあ今日はグレープとパッションフルーツを食べます。この ふたふさよ、この二房、500g あって300円しないぐらい。いただきます。いただきます。ん、シャキシャキしてる。え、美味しくない？うん、種ないし、なんかシャインマスカットじゃない？シャインマスカットの庶民派、野生なやつ。うん、庶民的。うん、あ、300円だもん。うまい。うまい。食べやすいし、うまい。これめっちゃいいね。止まらんね。うん。これ結構。味がブドウなのに、シャキシャキ感は野菜。野菜なんだよね。キュウリ食べてるみたいな。これさ、皮が強いんじゃなくて普通に身がシャキシャキしてるでしょ。皮薄いよ多分。これすぐなくなるわ。これなくなるね。うん、朝とかもう洗うだけで食べれるんだったらこれパクパク食べる。ちょっと食べ方お願いします。ファッション食べ方、マンゴスチンと同じ硬さ。どう？これやん。匂いがすごいね、急に。あ、ほんとや、めっちゃいい匂いする。やばい、これめっちゃ好き。パッションフルーツー、綺麗なオレンジ、黄色出てきました。これ誰食べれるんだよね、私。なんかこの、ちょっと中身を、ちょっと私見て、無理かもしれん。この黒いの、うっ、せーの、うまっ。うん、甘酸っぱ、酸っぱ、うん、酸っぱ、酸っぱ。うまっ。最初甘いと思ったんだけど酸っぱいね。うん、この甘酸っぱさが俺好きなの。あー、でもなんか疲れ取れる味するね。種も結構ガリガリするけど案外なくなるね。うん、食べた。なんかヨーグルトとかに入れても美味しい。うん、いいかも。うん、うまい。酸っぱいわ。これアスリート好きやね、多分ね。うん、疲れ冬剣。汗かいてさ、うん、暑い中さ、これのジュースもめっちゃうまい。確かに。南国って感じだね。動脈硬化や心筋梗塞なども生活習慣病から守るとか、皮膚や粘膜の細胞をめっちゃいい。今がめっちゃいいところだと。確かに。正常に保つ働きや免疫力を高める働きもあります。めっちゃいいじゃん。お友達が来てくれたりして、うん、食べさせてあげたら、うん、もう盛り上がるかも。そう。うん、ドリアンぐらい。ドリアンとこれ盛り上がると思う。うーん、酸っぱいけどうまいってなると思う。もうこれをフルーツ食べてみよう第3弾としていいかな。ゆるーくやっちゃいましたけど、普通に食べたかったフルーツを買ってみたので紹介しましたって感じよね。ほんとタイのフルーツ食べおけば健康になりそうだよね。いつもなんかタイのフルーツのことさ食べて調べてみてね、なんか上がるんじゃね、フルーツ食べたら。
まっ、止まんね、もうバイバイしよ。それでは皆さん、ゆるい第3弾でした。さようなら。